こんにちは。本日ご紹介するのはプラネットジョーカー。このゲームのアニメ部分は代々木アニメーション学園の協力のもと制作されています。ヨアニといえば、声優やアニメーター養成などで有名な学校だね。セガサターンマガジンの読者レースでは、デスクリムゾンなどと共に読者レースの最下位争いを繰り広げた作品なんだ。そうなのか。一体どんな作品なのか気になってきたんだぜ。それでは早速紹介するわね。舞台は2039年の東京に、謎の軍隊が侵攻してくることから始まるんだ。そこで自衛隊の特殊部隊に所属する主人公が、立ち向かっていくお話よ。ふむふむ。選択できる機体は、最初は7体から選べるよ。こんなに多くの機体から選べるシューティングは、珍しいな。そうね、でも気をつけてほしいのは、非常に戦いづらい機体がいることね。確かにこれは弾を当てづらいんだぜ。任務の第17小隊通信担当の三河山本です。里見高山少尉率いる第17部隊は東京湾から東京都内へ上陸してください。他の機体を待たずに池袋に向かって。このゲームはアニメーション部分か、代々木アニメーション学院の協力によって作られているわ。アニメーションや声優さんたちの演技に若干拙い部分が見られる人もいたけど、そこまで気にはならなかったわ。キャラデザは結構好きだぜ。プレイしてみて一番問題だと感じたのは、ボス戦の時ね。一体何が？ボス戦の時に顕著になるのだけど、敵に攻撃が当たっているのか、わからなくなるわ。本当だ、これは攻撃当たっているのかな？当たっているわ。わかりづらいんだぜ。そのせいでシューティングゲームで大切な爽快感も失われているのよね。この部分を改善するだけでも印象は変わったはずだわ。もったいないんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画、もしよろしければ高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひ。最後までご視聴ありがとうございました。